はい、どうもヤノピーです。今回はこのエピソードって嘘でも大丈夫だよっていう話なんですけど、小学生の時ね、近所のお兄さんがカーペッターズ嫌いだって言ってたんですよ。カーペッターズって学校の、音楽の授業で歌ったりするじゃないですか。だからダサいって、でそれにね、カーペンターって大工だぜって言うんですよ。で、もちろん大工さんがダサいという意味じゃないですよ。バンド名に すべきではないという意味ですね。で、僕小学生だったんで、なんでカーペッターズっていうバンド名なのというふうに聞いたんですね。でそしたら、その人はお父さんが大工だからって、大工の家に生まれたんだからというふうに言ったんですよ。で、それで大人になって知るんですけど、それ嘘なんですよね。カーペンターって、アメリカの、よくある名字なんですよね。だから単に自分の名前をユニット名にしただけなんですよ。ただ、その、エピソードのおかげで、僕はそのカーペンターの意味は大工さんっていう意味なんだっていうふうに覚えてるわけなんです。なのでエピソードって間違ってても大丈夫です。嘘でも全然構わない。だから僕が言ってることがね、間違ってても、なんだこいつ嘘ばっかり言ってんなっていうのは思ったことで、それがかえって印象に残ってね、結果的に英単語を覚えたということになりますんで、っていうお話でした。というわけで、今日もエピソード紹介していきたいと思います。最初の単語はシンパシー、キーワードはアンリ、悲しみが止まらないっていうふうに書いてありますけど、この、悲しみが止まらないっていう曲で、二人はシンパシー感じてた、昼下がりのカフェテラスって歌詞があるんですけど、その自分の彼氏をね、友達に紹介したら、同調しちゃって、最終的にはね、彼と別れてほしいというふうに友達から言われるっていう、そういう内容なんです。というわけで、シンパシーの意味は同調です。共感って言ってもいいかな。次の単語はユニオン、キーワードは、ユニオンジャックって書いてありますね。これイギリスの国旗のことに、ユニオンジャックと言いますけど、イギリスは連合王国なんでね、いくつもの国の国旗を重なって、ユニオンジャックっていうのを作ったんですよね。ということでユニオンの意味は組合です。次の単語ドキュメント、キーワードはパソコン用語、ドキュメントを作成するって書いてありますけどね、書類を作ることですよね。ということで、ドキュメントの意味は書類です。次の単語ボリュームで、キーワードは外来語、ボリューム1って書いてありますけどね、これソフトとか DVD とか本とかでボリューム1、ボル1、ボル2っていうふうに書いてありますよね。ナンバリングがしたい。で、ボルは、このボリュームの略です。ということで、ボリュームの意味は札です。次の単語、セレモニー、キーワード、オープニングセレモニーって書いてありますね。というわけで、セレモニーの意味は儀式です。次の単語、エラー、キーワード、ファッションブランド、ニューエラーって書いてありますね。これ、ニューエラーってすごい流行ってる、野球部のね、ブランドです。メジャーリーグの唯一の公式キャップを作っているということですね。ニューエラーというのは新しい時代、新時代ということですね。というわけで、エラーの意味は、時代です。次の単語、キャンペーン、キーワード外来語、キャンペーンガールって書いてありますね。キャンペーンというのはもともと政治のね、運動のことキャンペーンって言ってたわけですが、今ではその何ていうかな、その事業の宣伝みたいなこともキャンペーンというふうに言うようになってますね。ということで、キャンペーンの意味は政治的運動です。次の単語、マーダー、キーワード外来語マーダーケースっていうふうに書いてありますけど、これはまだ、人が死んでて、で、調べてみたらどうやら殺人だしっていう時に、マーダーケースっていうふうになるわけですね。ということでマーダーの意味は殺人です。次の単語、ランドスケープ、キーワードは iPhoneランドスケープモードって書いてますね。で、iPhone の、画面を横長で使うことをランドスケープモードっていうふうに言います。風景画がね、横長で書かれているので、そういうふうに、そういうような愛称になってます。ということで、ランドスケープの意味は風景です。次の単語、ディスティネーション、
で、キーワードは映画ファイナルディスティネーションって書いてありますね。はい、最後の目的地は一体どこなのか。ちょっと映画の内容分かりません。ディスティネーションの意味は目的地です。次の単語テイル、キーワードアニメフェアリーテイルって書いてあるんですけど、フェアリーテイルっていうのは、ね、おとぎ話のことなんですよね。はい、というわけで、テイルの意味は、話です。次の単語、リフォーム、キーワードは和製英語、キッチンのリフォームって書いてありますね。はい、これあのリフォーム和製英語だよというふうに、よく言いますよね。はい、たびたびネタにされますけど、家を改築することをリフォームとは言わないんですよね。はい、ということで、まあ、その和製英語だよっていうエピソードで、まあ、リフォームの本当の意味を覚えてください。リフォームの意味は改革です。次の単語、まあ、政治改革とかそういうことで、ね。次の単語、マッスルで、キーワードはゲーム、筋肉マン、マッスルショットって書いてありますね。はい、ということで、マッスルの意味は筋肉です。次の単語、プロスペクトで、キーワード大リーグ、プロスペクトランキングって書いてあるんですけど、有効株ランキングって書いてあるんですね。新人でね、この子は成長著しいんで、あと将来大選手になるだろうみたいな感じで、ランキングを作っているみたいですね。はい、ということで、プロスペクトの意味は見込みです。次の単語、コーポレーション、キーワードパソコン用語、ウイルスバスターコーポレートエディションって書いてありますね。はい、まあ、その個人で使うね、そのウイルスバスターと、まあ、企業用ではね、ちょっと機能が多分違うんですよね。値段とかも違うんだと思います。はい、ということで、コーポレーションの意味法人です。次の単語、コロニー、キーワードは外来語、スペースコロニーって書いてありますね。はい、これはまあ宇宙にね、植民地を作って、まあ、その人口が増えすぎた時に、まあ、移住しようみたいな、SF の、お話です。ということで、コロニーの意味は植民地です。次の単語、クアレル、キーワードは、ネプチューバーの必殺技、クオーラルボンバーって書いてありますね。はい、ということで、どういう技なんでしょうか。はい、口喧嘩だからね。クオーラルで言えば口喧嘩です。発音難しいんだよな。次の単語、プロフェッション、キーワードは外来語、プロフェッショナル、仕事の領域って書いてありますね。はい、プロフェッションの意味は専門職です。次の単語、フィーバー、キーワードは映画サタデーナイトフィーバーっていうふうに書いてありますね。はい、というわけで、フィーバーの意味は熱病です。はい、月曜から金曜までね、まあ、その何ていうのかな、その辛いね、賃金の安い労働に耐えてるんだけど、土曜の夜だけ豹変したように、まあ、ディスコに行って、まあ、大会に行ってヒーローになるというようなお話なんですよ、サタデーナイトフィーバー。ということで、フィーバーの意味は熱病です。はい、次の単語、ポーズ、キーワードはポーズ、過去一時停止ボタンって書いてありますね。はい、プレイヤーについてますよね。はい、ということで、ポーズの意味は小休止です。次単語、ファーニチャー、キーワードセレクトショップ、ジャーナルスタンド、ファーニチャーって書いてありますね。はい、まあ、洋服屋さんなんですけども、最近は家具も取り扱ってて、まあ、そういうジャーナルスタンド、ファーニチャーというブランドを作ってます。ということで、ファーニチャーの意味は家具です。次単語、プリビレッジ、キーワードはコニャク、ヘネシー VSOP プリビレッジって書いてありますけど、まあ、一番最初はそのイギリス国王のためにね、ジョージ4世のために作られたヘネシー、コニャクのことを、だそうです。はい、ということで、プリビレッジの意味はね、特権です。特権を持った人が飲むお酒のことね、っていう意味の、商品名です。次単語、ジーニアス、キーワード、熟弁ジーニアス弁当って書いてありますね。はい、すごいですね。まあ、その塾にね、通ってる子どもたちに、まあ、そのお弁当をね、用意するっていう授業があるそうです。はい、大変だよね、本当ね、子育てってね。ジーニアスの意味は天才です。次の単語、シード、キーワードアニメ、機動戦士ガンダムシードです。楽しいって書いてありますね。これ楽しいっていうのは、まあ、まあ、いわゆるネットスラングです。まあ、死ぬっていう意味じゃないからね、ディスティニーはね。まあ、それをデスと、まあ、なんつうの、まあ、かけているわけです。ということで、まあ、シードの方はちゃんとした意味で、種です。次の単語、レイヤー、
キーワードファッション、レイヤーボブって書いてありますね。はい、でボブというのはおかっぱですね。レイヤーというのはその重ねてるってことですね、髪の毛をね、はい。ということで、レイヤーの意味はそうです。次単語、クルー、キーワードは名探偵コーナー推理ボードゲーム、クルー、消えた財宝の秘密って書いてありますね。はい、これもともとね、クルーっていうタイトルの有名ボードゲームがあるんですよ。はい、で日本で発売するときには、その名探偵コナンの、キャラをつけて、発売するっていう、たくさん売ろうというふうな試みをしたわけですよね。はい、でゲームの優勝なんだけどね、キャラクターがついてるってことです、日本版だけ。はい、なんかでももう発売終わって、プレミアがついてるっていうみたいな話です。ということで、クルーの、意味は手がかりです。スリーゲームなんでね。次単語、フィクション、キーワード外来語、この物語はフィクションですって書いてありますね。はい、というわけで、フィクションの意味は作り話です。次の単語、ディストリクト、キーワードは役職、DM って書いてますね。はい、ディストリクトマネージャーの略ですよね。はい、飲食のね、お仕事とかされてる方は、そのチェーン店になっていてね、その地域を包括するマネージャーみたいな人のことをディストリクトマネージャーというふうに言うんだそうです。はい、ディストリクトの意味は地区です。次の単語、プリズン、キーワードはドラマ、プリズンブレイクって書いてありますね。はい、大ヒットドラマですよね。見たことないですけど、はい、脱獄ですよね。ということで、プリズンの意味は刑務所です。次の単語、コンパニオン、はい、でキーワードは、外来語、コンパニオンプランツって書いてありますけど、これはね、共栄作物、共存作物って書いてありますけど、同じね土地で一緒に栽培しても大丈夫な植物ってあるそうなんですよ。ちょっと具体的にはね、これとこれ一緒に育てられますみたいなこと書いてあったんだけど、そこまでちょっと覚えてないんですけど、はい、で、一緒に育てた方がね、その虫がつかないんで、より便利。そのハーブとね、その野菜とかを一緒に育てると、そのハーブがの匂いとかがきついんで虫が来ないんでみたいな感じで、一緒に育てた方がより便利だよみたいな組み合わせがあるそうなんです。はい、それをコンパニオンプランツって言います。ということで、コンパニオンの意味は、連れ仲間です。はい、次の単語、エグゼクティブ、キーワードは役職、エグゼクティブプロデューサーって書いてありますね。はい、総合プロデューサーなんて言ったりしますけど、プロデューサーの中でも偉い人のことをエグゼクティブプロデューサーって言います。ということで、エグゼクティブの意味は、幹部、重役です。次の単語、ジャスティス、キーワードは映画ジャスティスリーグって書いてありますね。これは、いわゆるそのアメリカの、ね、そのヒーローものなんですけど、正義の味方同士で、同盟を組んでるんですよね。組合を作ってるんですね。はい、ということで、ジャスティスの意味は正義です。次の単語、レイ、でキーワードはサングラス、レイバンって書いてありますね。はい、ということで、レイの意味は光線です。サングラスだからね、その日光を遮るっていうね。はい、次の単語、ヘブン、でキーワードはレッドツェッペリン、天国への階段って書いてありますね。はい、ステアウェイトヘブン、いうことで、ヘブンの意味は天国です。次の単語、ラグジュアリー、キーワード外来語、ラグジュアリーな資質って書いてあるんですね。はい、豪華なんでしょうね。ということで、ラグジュアリーの意味は、贅沢です。次の単語、オキシジェン、でキーワードゴジラ、オキシジェンデストロイヤーって書いてありますけど、このオキシジェンデストロイヤーっていうのは一番最初に、ね、白黒のゴジラを倒した兵器の名前です。で具体的にはその水中のね、酸素を破壊することで、破壊するっていう成分の薬品のことです。はい、でそのオキシジェンデストロイヤーを、海に撒いて、そのゴジラは窒息死しました。次の単語、ファンド、キーワードはネット用語、クラウドファンディングって書いてありますね。はい、これは、ネットでね、資金調達をするっていう、クラウドって、ね、群衆っていう意味なんですけど、すごい多くの人からその資金調達することをクラウドファンディングっていうふうに言います。ということで、ファンドの意味は資金です。次の単語は theme、キーワードは、外来語、本日のテーマはこちらって書いてますね。じゃじゃん、はい、ということで、テーマの意味は主題です。
次単語バウンダリーで、キーワードは、バスケット、インバウンズとアウトオブバウンズって書いてありますね。はい、これね、ボールがね、その、まあ、線のね内側と外側で、あのバウンズってね、ボールがバウンドするっていう意味じゃないんですよ。はい、バウンドっていうのは境界のことなんで、その内側か外側かということで、インバウンズアウトオブバウンズってあの言うそうです。はい、ということで、バウンダリーで言えば境界です。次の語、アンビション、キーワードは、ガレゴボイズビーアンビシャスって書いてありますね。これあのクラーク博士っていう人がね、あの言ったっていう有名なセリフですよね。はい、ということで、アンビションの意味は野心です。次単語、フォーキャスト、キーワード、週間天気、ウィークリーフォーキャストって書いてありますね。はい、ということで、フォーキャストの意味は予報です。次単語、チャリティ、キーワードは、チャリティーコンサートって書いてありますね。はい、ということで、チャリティの意味は善意です。次単語、コミッティ、キーワードはアニメ、バカとテストと召喚獣、オープニング、恋愛根性、恋愛向上コミッティって書いてますね。はい、恋愛向上委員会ということですね。はい、ということで、コミッティの意味は委員会です。次単語、フィジシャン、キーワードは化粧品、フィジシャンズフォービュラって書いてありますけどね。はい、これアレルギー専門医が開発っていうふうにあの書いてありますね。まあ、お医者さんが作った化粧品ということで、まあ、フィジシャンズフォービュラという商品名がついてます。ということで、フィジシャンの意味は内科医です。次単語、シェルフ、キーワードはブックシェルフって書いてますね。はい、これ本棚のことですよね。というわけで、シェルフの意味は 棚です。次単語、アフェクション、でキーワードは加藤ミリア、ラブ・アフェクションって書いてますね。はい、ラブ・アフェクションってタイトルの、曲があるんですよね。で、ラブも愛って意味だし、アフェクションも愛っていう意味なんですよ。はい、両方とも同じ意味なんですね。はい、だけど、その両方がタイトルになってるっていうのはちょっとあの珍しくありません？はい、で、面白いなと思って、愛なんですよね、これで。で、それでキーワードに採用しました。ということで、アフィクションの意味は愛情です。次単語、ボム、キーワードはゲーム、ボンバーマンって書いてありますね。はい、爆弾男ですね。はい、というわけで、ボムの意味は、爆弾です。というわけで、今回はここまでです。それでは次回お楽しみに。